ごく天井の高いホテルですね。こんな感じでソファーがあってすごい広く使ってますね。ホワイトツリーがあってクリスマスムードがめちゃめちゃあります。これなんだろうね、なんかふわふわっぽい感じ、どういうモニュメントなんでしょうか。あ、でも触ったらなんか硬そうな感じ、触れないと思うけどね。なんだろう、なんかね、泡みたいなイメージ的に。はい、こちらがメニューです。左が食事、スイーツとセイボリーですね。で、右が飲み物の飲み放題だそうです。で、こちらが EWT の紅茶だそうですね。楽しみです。外はこんな感じ、40階なんですごいね、いい感じです、楽しみです。店内はこんな感じです。すごい、あ、一人で来てる人もいるな。私も今ぼっちアフタヌーンなんで、なんかこちらの香りを嗅いで紅茶を選んでくださいということです。あ、これいいかも。なんだろう、ゴールド大阪店。を頼みました。こちらです。なんかこれをインスタグラムに写真を載せるとスパークリングワイン一杯がつくそうです。ちょっとやってみます。なんだろう、中わかんない、ハムとチーズとバジル、ありがとうございます。失礼いたします。ありがとうございます。いただきました。あ、すごい濃厚。インスタに載せるとこれがつきそうです。
酒があんま飲めないのでノンアルコールにしました。なんかこのパンナコッタを先に食べてくださいって言われたんで、このパンナコッタをいただきます。パンナコッタは食べたことあるんですけど、めっちゃ美味しいな。なんだこれ、なんか上に金粉じゃなくて銀粉が乗ってて、すごいなんかプリンみたいなんだけど、すごいクリーミー。アーモンドケーキ美味しそう。甘い。アーモンドで味がする。なんかこんなやつ。いただきます。どうやって食べるのこれ。手でこうやって食べるの。ホタテのタルタルとコンソメ、ナイツ、何かわかんない。なんだこれは、この青いやつ。ホタテの味がする。これは トリュフの、トリュフの風味がすごい。ちょっとフォークとナイフやっぱ使おう。なんかこの青いこんな断面、
女子が多いですね、やっぱ。次はスコーンをいただきます。こちらのプロテクトクリームをつけていただきます。マーマレードの味とこの上に乗ったカリカリが美味しい。今紅茶のおかわりをしました。このシンガポールブレックファースト、シンガポールブレックファーストというものを頼みました。いただきます。ではお手洗いチェックをしたいと思います。すごいね、この薄暗い感じ。プッシュ、あすごい、なんかシンプルでいい感じ。こっちに入ろう。こんな感じです。最後にこちらのスワロスキーと書いてあるこちらの、あ、こちらピンクレモネードのスイーツと、あとこちらのラムカスタード、こちらをいただきたいと思います。美味しそう。結構終盤になってきたんでちょっとお腹も膨れてきたんですけど、いただきます。先ほど注文したシンガポールブレックファーストというか、甘くて美味しい。ではこちらのスワロスキーのいただきます。どうやって食べるの、やっぱりこれで食べた方がいいよね。これはまず取ります。こちらカスタードです。これ美味しいね。めっちゃカスタード入ってる。お紅茶と合います。一つありました。なんだろう、これこの緑の、大丈夫ですよ。
抹茶ですね。ごま、ごまが、すごい香ばしい、美味しいです。これから娘を幼稚園まで迎えに行って、その後息子を保育園まで迎えに行きます。しかも間の人だけでした。